こんにちは。マリア賃貸の藤井です。住宅ローン払ってますか？甲斐選手、FA 宣言しましたね。どこに行くと思いますか？私は宣言残留じゃないかと思います。はい。今回の動画はですね、ちょっといつもと違う感じで撮ってますけども、ですね、YouTuber、不動産系 YouTuber の某逆転の呪しさんがですね、私いつも動画拝見してるんですけども、先日動画で YouTube の方でですね、新築のお家ですね、新築のアパート、買わない方がいいよというようなね、動画を上げてました。やめた方がいいと、ね、動画を上げていたと思うんですけども、まあ私もね、別にその、新築にね、固執する必要はないと思ってます。はい。まあ絶対やめた方がいいとは思わないですけどね、固執する必要はないんじゃないかなと思ってます。まあ新築、非常に高いですしね、融資の使える枠っていうのは人それぞれありますけども、やっぱね、枠がちゃんとありますから、それ全部使い切っちゃってね、もう次の物件行けなくなっちゃうっていう人もいますから、まあもちろんね、その物件自体が、ずっと収益をね、生み出せてればいいんですけども、まあ、もう逆転の呪しさんも言ってましたけども、まあずっとね、その物件の家賃が維持できるかわからない、まあ下がるっていうのは当然あるので、そこも考えないと。だから新築物件っていうのは確かにね、おっしゃる通りで、もう新築できました。これ新築のお家もそうですからね。だから人が入りました。退去しました。まあ人が入ってますっていう段階で、これ中古ですから。もう新築じゃないんですね、その時点。はい。まあ価値が下がっているというのがまずありますので、まあそのあたりをしっかり加味してですね、新築のお家を買う、お家だったり、アパート、投資物件ですね、買っていく必要があるんじゃないかなと。思います。で、まあね、先日まあ、弊社はね、横浜市にある会社なんですけども、まあ、関東地方にお住まいの、方がですね、まあ、YouTube、まあ、拝見していただいている方らしいんですけども、横浜市の方に新築のアパートを建てますと。で、管理とかしていただきたいんですけど、どうでしょうかっていうお話をお受けしたんですね。はい。で、お話を聞いてみて、聞いたのが、ちょっとね、新築のアパート買う人とかね、不動産投資始める人はちょっと聞いといていただきたいんですけども、結構ね、その場所を知らない、その方知らないんですね。その新築を建てるアパート、もう1億円近くお金かけ土地を買って建物を建てて、結構ね、規模のアパートを建てられる方なんですけども、その場所がどういう場所かも知らないんですね。で、私は結構細かく説明してあげました。はい。この場所はこういう場所ですよと。で、こういうふうな、建物が今後できる予定ですと。で、人は結構増えていくエリアですよとかいう細かいね、解説だったりの話をさせていただいたんですね。で、その方はね、それ全然知りませんでした。はい。で、まあ、非常に恐ろしいというか、まあ、お金持ちの方なのかもしれないですけども、まあ、1億円近いお金をですね、やっぱり不動産投資にぶち込む。その上でですね、その場所がどういったエリアか知らない、どういう属性の方が多く住んでる場所なのかも知らない、それでそのお金を使うっていうのは非常にね、怖いことですから、はい、新築のアパートだったりとか、もちろん新築じゃなくてもね、不動産投資を始める方、そういったところをしっかりリサーチしていただいて、買う必要があるんじゃないかなと思います。これはまあ、そういったところですね。はい。で、まあ、やっぱりね、私的には新築もありなんですけども、やはり中古の物件の方がいいと思います。なぜかというと、これも原則なんですけども、安く買うことができるというんですね。仕入れが安いって非常に大事なんですよ。はい。利回りを確保する上でもいいですし、あと、売却ですね。売却するときも、有利に進めることができますので、価格というのはもちろん常識の範囲内ですね。購入して、利回りを稼ぐためにですね、しっかり、やる必要があるんじゃないかなと思いますので、そういった観点からね、不動産投資をしっかり、行っていただければいいんじゃないかなと思います。で、あとはその、どっちが得か論っていうのはね、結構あると思うんだけども、これバランスだと思ってます。中古のお家をね、投資物件をいっぱい買われる方もいますし、途中でこう新築の物件を織り交ぜていって、
やっていくっていう考え方もあるんですね。で、新築の物件でも、これは別にやってもいいんじゃないかなと思うのは、複数物件、中古のアパートだったり、戸建てとか、そういったのをやっていただいている中で、さらに規模を拡大したいんだけども、やっぱり担保力がある物件が欲しいっていう方も当然いらっしゃるんですね。そういう場合は、新築を買って、まあ、しばらくはね、フルローンで、フルローンっていうか、まあ、頭金少し入れたりして買うこともあると思うんですけども、まあ、なかなかね、担保としてすぐに差し出せないです。なぜかって言ったら、最初の段階で借金をしてるから、そのアパート、新築のアパートを建てるときは、担保をつけてますからね、まあ、簡単にそれを剥がすことはできないですし、まあ、それをね、返していかなきゃいけないんだけども、まあ、それが、支払いが終わってきた頃には、まあ、またそこに担保をかけるということもできますし、まあ、全部ね、返してない段階でもそういうことも追加でね、やることも場合によっては可能かなと思いますので、まあ、固定資産税評価額とかね、まあ、効果のね、税金の固定資産税とか都市計画税のですね、評価が高いところを狙って、あとしっかり自分が分かるところを、買っていく必要があるんじゃないかなと思います。あとは極端に、土地値が安くなってるとか、いろんな事情でね、安くなることってあるんですよ。で、そういうところを狙って買っていくっていうのもありじゃないかなと思います。弊社のお客様で、熊本県にね、新築のアパートをしてるお客様もいらっしゃいます。そういう方とかは、まあ、熊本はね、以前震災がありましたよね。そういった影響で少し土地値が下がったんですけども、下がってる時期があって、でもその後に、台湾のね、半導体のメーカーがそちらの方に工場を作るとかっていう話が出てきたんだけど、土地値が下がってる時期があったんですね。で、その時に、まあ、それだったら今後上がっていくだろうっていうことで予測をして、買ってうまくいってる方もいらっしゃいます。だから不動産っていうのはやっぱり株価と似てるところがね、やっぱ土地に関しては本当にありますから、ただ急激に上がるってことはね、そういうすごいことがない限りがないので、やっぱりそういう状況判断、大切じゃないかなと思います。はい。で、今回は、某逆転ののろしさんの動画について、私の見解を話してみました。ただ、あの方の動画、私非常に好きなので、よく見ています。はい。で、今日はこんなところでお話を終わらせたいと思います。はい。いつもご視聴ありがとうございます。で、もしよろしかったら、チャンネル登録をしていただけたら大変嬉しいです。それでは、失礼します。ありがとうございました。